昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。おばあさんはその桃を持ち帰りました。桃を切ろうとすると、中から大きな赤ん坊が出てくるではありませんか。二人はその子を桃太郎と名付けました。桃太郎はあっという間に立派な男の子に育ちました。ある日のことです。桃太郎はおじいさんとおばあさんに言いました。鬼ヶ島に悪い鬼が住んでいると聞きました。私が行って退治しましょう。私にきびだんごを作ってください。おばあさんは日本一のきびだんごを作り、おじいさんは刀をこしらえました。桃太郎はそれを持って鬼ヶ島に向けて旅立ちました。途中、桃太郎は犬に会いました。桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。犬は桃太郎から団子をもらい、家来になりました。桃太郎と犬が歩いていくと、猿がやってきました。桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。猿も桃太郎から団子をもらい、家来になりました。しばらく行くと、キジが飛んできました。桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。キジもまた桃太郎から団子をもらい、家来になりました。鬼ヶ島に着くと、鬼の大将が桃太郎の前に立ちはだかり、小生意気な小僧、俺様が返り討ちにしてやると金棒を振り回しながら言いました。犬が鬼のお尻に噛みつき、キジは鬼の目をつっつき、猿はところ構わず引っかきました。最後に桃太郎が刀で切りつけると、あいただただだ、降参だ。鬼は泣きながら言いました。桃太郎は荷車いっぱいの宝物を手に入れ、おじいさんとおばあさんのもとへ帰りました。めでたしめでたし。